ビリー・ジョエル Just the way you are コード進行徹底解説をやります。まずはイントロです。さて問題はこのコードが一体何なのかっていうことです。これに関してはコードネームの解説動画を出したのでぜひご覧ください。では今回のコードについて説明します。まず左手のベースは D を弾いています。なのでまずは当然 D を基準にして考えます。次に右手のコード部分です。 B フラット D E G です。この4つの音が基準となる D に対してどういう関係なのかっていうのを見ていきます。まずは B フラットです。 D に対して B フラットはオーギュメントです。これは5度である A の半音上って考えると分かりやすいですね。5度の半音上がオーギュメントです。次は D です。 D に対して D は1度もしくはルートです。これはコードネームには影響しません。次は E です。 D に対して E はナインスです。次に G。 D に対して G は SUS4 です。これらの情報を全部組み合わせると D9 オーギュメント SUS4 になります。ややこしすぎるコードネームですね。コードって同じ音でも違う呼び方もできるんですよ。次は右手を基準にして考えます。右手だけで見ると Gm6 なんですよ。 GDB フラットが完全に Gm です。で E が G に対して6の音です。で合わせて Gm6、 Gm6 なのに左手のベースは D を弾いているということでオンコードになりまして Gm6 オン D になります。つまり D9 オーギュメント SUS4 と Gm6 オン D は同じ音です。これどっちが分かりやすいかといったら Gm6オン D なんですよ。だからその表記にしてるとこが多かったですね。 D9 オーギュメント SUS4 ってあんま聞いたことないんで、だからこれはすごい特殊なコードなんですよ。でも実はギターで弾くと意外と簡単です。 Gm6 を5弦から弾けばいいだけです。ちゃんと構成音が同じになってますね。まずはこのイントロのコード一発でやられます。次もオンコードですね。左手のベースは D のまま、右手は G、D を弾きます。なので G、On、D、D です。だからイントロは Gm6、On、D、G、On、D、D になるんですけど、どうなってんだこれって感じですね。こんなの見たことも聞いたこともありません。まずこのイントロからして異常だっていうことをご理解ください。次から歌入ります。Don't go changing. まずはいきなりの D の次の Bm6 ですよね。もうこの瞬間勝負あったって感じなんですよ。もうここで勝ち確定です。この瞬間に名曲であることは決定しました。あとはもうウイニングランですね。これは Bm7 じゃダメなんですよ。 Bm6 じゃないとダメです。 B の6に当てろとか G シャープですね。この G シャープ一発で主人公の何とも言えない複雑な心境を見事に表現してます。はい、もう天才です。次は G メジャー7、 B マイナー7、 D7、 G メジャー7、 G マイナーメジャー7、 D オン F シャープ、 A マイナー7、 D7。本当に流れるようなコード進行です。それぞれのコードのテンションが効きまくってますね。これ以上に流れるようなコード進行っていう言葉がふさわしい曲はそうそうないと思います。次いきます。またビリーお得意のオンコードがたくさん出てきます。 D オン E を入れてから E ですね。そこから G オン A です。これはオネスティでも説明した A に対する D オン E と同じ意味合いです。つまり4度のコードに5度のベースですね。最後音がどんどん上がっていってますけど全部 G のコードです。ビリーの作曲術の中でこのコードはかなり鍵ですね。これを繰り返しましてサビの前にまたイントロのフレーズを弾くんですけど、サビ直前だけちょっとだけ違います。C オン
D と C6 on D ですね。これまたおしゃれ。こうやって微妙に変えてくるんですよね。サビ入ります。まず途中まではキー D の普通の進行です。一回し目は元のキー D で一回終わらせます。そこからベースを C に1音下げて B フラットから転調してます。さて何のキーに転調したかと言いますと F です。これさっきと同じコード進行なんですよ。4度5度3度マイナー6度です。さっきの D のこの進行をそのまま F にずらしただけです。なんですけど F は一回も出てこないんですよ。 F は出てこないのに F に転調してます。面白いですね。さてどうやって D のキーに戻すのか。 The way that I believe in you。 Gm7C on G、G on A で D に戻します。これもなんて言ったらいいんですかね。もう達人ですね。これは結構説明が難しいんですよ。とりあえずどうにかして G on A に持っていきたいんですよ。今まではそこから D に行ってたから。まずは Gm7。これはキー F でも D でも使えるコードです。次に C on G。このコードが Gm7 から G on A に行くための橋渡しをしていることになります。このコードが説明しづらいんですよね。この C っていうコードはキー F と D どっちでも使えますけど F の方が相性がいいです。だからここではまだ F の勢力圏内で、ベースは G のままにしてます。 G はキー F に対しても D に対しても非常に相性がいいです。だから D に転調した時の違和感を軽減できます。次に G on A。この A っていうのは D に転調するための準備です。5度からルートが基本です。コードは G。 さっきまでベースが G を弾いてたからこれも違和感が少ない。なおかつさっきまでキー D で使ってたコードです。そしたらあら不思議、いつまにかキーが D に戻ってます。こういう感じで徐々に徐々に D に持ってってます。全部のコードを曖昧にしてるんですよね。どっちのキーでもいけるようにしてるんですよ。これはこういう技です。曖昧にしていつの間にか戻すっていう。ラストも気が利いてます。 I just want someone。サビの転調をまたここで持ってくるのが憎いんですよ。そして転調の仕方もメロディーも全然違います。サビでは D からベースを1音下げて B フラットにしたんですけど、ここでは G on A からの流れでそのまま B フラットに突入してます。いや無駄がないですね。素晴らしい。でまた何事もなかったかのように D に戻ってます。さっきいろいろごちゃごちゃ言いましたけど、まあ、やろうと思えばこの A7 一発ですぐに D に戻せます。これは余計な回り道をせずに最短で行ったルートです。だからコード進行はあらゆる道があるんですよね。それが僕は非常に面白いと思ってます。以上で終了になります。この曲には魔法のようなコードとコード進行が使われてます。今一度その美しさを味わってみてください。ご鑑賞ありがとうございました。